はい、どうも久保田です。中学1年生国語読み取りの授業、今日喋りたい話っていうのは、いよいよ中1の国語の個人的にはラスボスだと思っている少年の日の思い出をやりたいと思います。ちなみにこの話は外国文学なので、元の文を書いたのはヘルマン・ヘッセ、そしてそれを日本語訳したのが高橋健二さんだと思ってください。はい、というわけでこの少年の日の思い出なんですが、もうねこれはだいぶ前からこの三つ村図書の教科書にはずっと持っています。常にね最後に鎮座している感じです。で、詳しくはまだ話の内容言わないんだけど、この話とそして中学3年生でやる高瀬舟、この2つは三つ村図書の国語の教科書の中で中学生の心をね、へし折りに来るようなかなり暗い話というか、ちょっと心が折れそうになったり読むのが辛いってなっちゃうような話なんですが、それでもねこの教科書に載っているってことは何らかの意図があるわけです。みんなにこの時の心情を汲み取ってほしい、もしくはこれに似た経験がないかっていうのを自分に当てはめて考えてほしいっていう風に、あえて必要な痛みだと思ってみんなに読んでほしい、そういう話になると思います。というわけでこの話はね結構長いので、いつもね前後半って感じで2回ぐらいで小説は作っているんですが、今回は今日は冒頭だけです。冒頭の話をやってさらに細かく分けて見ていこうかなと思います。またね別途漢字テストも PDF ファイルで読みバージョン書きバージョンをそれぞれダウンロード可能にしておきます。概要欄にねリンク先貼っておくので、興味がある人はダウンロードして使ってください。というわけでやっていきましょう。はい、じゃあ今から中身を入っていくんですが、この話は実は一番最初はねかなり時系列が後の話になるんですね。というか現在この2人、今登場人物は私と客って書いてるんですが、この2人は大人な状態で始まっているんです。じゃあ少年の日の思い出の少年って誰のことかっていうのは、この冒頭を読んでいけばいつね階層に入っていくのかっていうのが明らかになるので、そこで誰のことかわかると思います。冒頭引用します。客は夕方の散歩から帰って、私の書斎で私のそばに腰掛けていた。はい、私と客が今いる状態なんだよね。そして私って書いてあるから、あ、この人が主人公なのかなと一瞬思いながら最初はみんな読んでいくと思います。その通りにこの私が少年なのか、もしくはこっちが少年なのかは後から話したいと思います。というわけで客は私の書斎で腰掛けている。そして今ねこの2人は大人だって言ったんですが、教科書の中でね3行目ぐらいで、ちょうど私の末の男の子がお休みを言ったところだったので、私たちは子供や幼い日の思い出について話し合った。こんな感じの書き方をしているんですね。というわけでこの私っていうのは子供を持っている親、つまり大人の状態だと思ってください。まあそしてね同時に場面って書きましたが、今は一体いつなんだっていうと、これ詳しく西暦などは書いてないんですが、まずね時刻はわかります。夕方の散歩から帰ってっていう始まり方をしていて、これだんだん進むにつれて夜が更けていく話になっていくので、夕方から夜と書いておきました。だんだん暗くなっていくような始まり方をしている、これも何か意味があるんじゃないかなっていうのは後から喋ります。そして子供や幼い日の思い出について話し合っている、その中でねきっとこの少年の日の思い出の中身の話につながっていくんかなっていう予想が立ちます。ちなみにここにはね書いてないんですが、一応周りの状況として、窓の外には色あせた湖が丘の多い岸に鋭く縁取られて遠く彼方まで広がっていた。こんな感じで一応ね周りの景色の情景描写なども入っています。このような周りの情景描写の書き方にも少し注目して読んでいてください。はい、この後2人の会話が始まるんですが、その最初ですね、ちょっと長いですが引用します。子供ができてから自分の幼年時代のいろいろの習慣や楽しみ事がまた蘇ってきたよ。それどころか1年前から僕はまた蝶集めをやってるよ。お目にかけようかと私は言った。この私の方がまずね、1年前からまた蝶集めを始めたよみたいなことを客人に話しかけるわけです。これを言ったところ、客人は、ここからね、彼の表記に変わるんですが、彼は見せてほしいと言ったので、私は収集の入っている軽い厚紙の箱を取りに行った。そんな感じで、今からこの蝶集め始めた箱の中身を見せるために、私はね、一回上に上がって箱を取りに行きます。そして戻ってきて、この見せてほしいって言った彼に対して蝶を見せるわけですね。ここからちょっと予想外な展開を迎えます。はい、この後私はね、上に箱を取りに行って、下にまた帰ってきて、そして彼に見せるわけですね。その時にはやりとりなんですが、ここね、蝶を見せる場面と書きました。私の蝶は明るいランプの光を受けて、箱の中からきらびやかに光り輝いていた。すごいいい感じで書いてあるんですね。私たちはその上に体をかがめて、美しい形や濃い見事な色を眺め、蝶の名前を言った。
というわけで、このね、腸っていうのはやっぱり収集家が集めてるだけあって、非常に大事に保管されているし、見栄えなども美しいんですね。丁寧に扱われている状態っていうのがここではわかります。そして私がこうやって言うんですね。これは和モンキシタバで、ラテン名はフルミネア、ここらではごく珍しいやつだと私は言った。まあ今で言うレアカードとかレア物を集めてる人の心情と一緒だと思います。この時代ね、だいぶ昔の話だと思うんですが、例えばね、珍しい切手集めや蝶集めっていうのはこの頃からあったらしいです。まあ今で言うプレミアがつくとかね、転売したらすごい価格になったみたいな世界がきっとあったんでしょう。みんなもね、クワガタとか詳しい子がこのクワガタすごい貴重でっていうのを話していること、一回くらい見たことあるかもしれません。それの蝶バージョンだと思ってください。だからもう嬉しそうにこういうね、蝶の話をするんです。その後彼が取った行動は、友人は一つの蝶をピンのついたまま箱の中から用心深く取り出し、羽の裏側を見た。そしてこのセリフを言うんですね。妙なものだ、蝶を見るくらい幼年時代の思い出を強くそそられるものはない。僕は小さい少年の頃、熱情的な収集家だったものだ。ここまで読むだけだと、なんとなく、あ、二人とも結局昔蝶集めに夢中になっていて、蝶のことある程度詳しくて、気が合う二人の思い出話になるのかなと思わせておいて、こっから急展開を迎えるんですね。でもやっぱりね、この彼っていうのも蝶に対して素人じゃないし、蝶の扱い方、もしくは丁寧な、もしくは自分なりの思い出などがあるので、この辺の行動ですね、用心深く取り出すという、こういう行為からも、あ、普通じゃないなと。全然知らない素人だったら雑に取っちゃったり、なんかね、触っちゃダメな部分触りそうになっちゃいそうなもんなんだけど、やっぱりこうやって用心深く取り出すだけあって、もうね、このセリフの前から彼は蝶に対する特別な思い出があるっていうのが分かります。そしてこのセリフで、あ、二人とも熱情的な収集家なんだろうかって一瞬思わせておいて、はい、次の展開。そして蝶をまた元の場所に刺し、箱の蓋を閉じて、もう結構と言った。この言い方はかなり拒絶に近いような言い方をしているんです。これすごい急展開で、どうしたもんだって普通思いますよね。何か地雷踏んだんだろうかとかね、ちょっと思いそうなこの行動なんですが、その思い出が不愉快ででもあるかのように彼は口早にそう言った。つまりこのね、箱の中の蝶を見て触ってね、眺めていると何か嫌なことを思い出したんだろうかみたいなことがここでわかるわけ。もちろんこんな態度いきなりしたらね、私に対して失礼だし、何これって思われちゃうから、一応ちゃんと釈明するんですね。悪く思わないでくれたまえ、何か君が悪いんじゃないよとかね、あなたの蝶が悪かったんじゃないよとかね、一応そういう釈明をしているんですが、やはり何か苦い思い出が蝶にあるっていうのがここでわかります。はい、ではここで一つ記述問題をしたいと思います。では教科書、さっき喋ったこの辺の部分を一度10秒間黙読してください。はい、ではまず問いを言います。友人は蝶に対する特別な思い入れがある。それが言葉ではなく行動として最もよく現れている一文を抜き出せ。一文を抜き出せなんで、一字一句間違いないように書いてください。まあ、今回はね、授業の内容でも多少触れたんですが、ヒントは、はい、蝶のことを知らない、または思い入れがないなら雑に扱うはずです。それがね、この友人はちゃんと丁寧に扱ってるんですね。それがわかる一文なので、今回問題文ね、言葉ではなく行動としてって言ってるんで、この辺のね、もう結構みたいな、こういう言い方は言葉なので、これは入れずに、ちゃんと行動だけで、あ、丁寧に扱ってるなってわかる部分を抜き出してください。はい、では答えいきたいと思います。はい、友人は一つの蝶をピンのついたまま箱の中から用心深く取り出し、羽の裏側を見た。これはね、ここですね。友人はから始まるこの文章なんですが、一番大事なのはここです。用心深く、この用心深く取り出しているところが、もうね、蝶のことを大事に分かっていて取り出している。何かそれには理由があるんでしょうが、ちゃんと大切に扱おうとしているような態度がここからも見れると思ってください。はい、そしてこの後ね、彼はもう一つ長いセリフを言うんですが、一応ね、要約するとこんな感じのことを言っています。これはね、当然悪く思わないでくれたまえっていう釈明の内容だと思ってください。まずは僕っていうのは彼のことですね。彼自身も子供の時自分で蝶の収集をしていた。そして自分でその思い出を怪我してしまった。
おそらくこれが苦い思い出なんでしょうね。思い出を自分で怪我しちゃった、誰かのせいにしてない、自分が悪いっていうのも分かってるんです。でもそれがやっぱり苦い思い出だから、さっきちょっと不愉快そうな顔をしちゃった、そして3つ目、話すのも恥ずかしいような内容であると、おそらく自分のことなんでしょうね。最後、でも一つね、聞いてもらおうって感じで、ちょっと言いたい、聞いてほしい、無理に聞き出そうとしてるわけではないと思ってください。はい、つまりこっから回想シーンへ入っていきます。普通物語ってね、回想シーンっていうのは本編の中のあくまでもおまけであって、また今に戻ってくるっていうのがよくあるシーンなのね。漫画でもね、ワンピースとか鬼滅の刃とか何でもね、回想シーン入ってまた本編に戻るっていうのよくやるんですが、この話は冒頭の今の時系列がむしろおまけで、今から過去のシーンに入ってきます。こっから先が少年の日の思い出の内容、つまり本編になると思ってください。はい、こんな感じでね、最初の冒頭シーンっていうのはね、今結構ね、ゆっくり喋ったんですが、実はページ数で言うと2ページ半、まあ3ページいくかいかないかぐらいの分量になります。こんだけ短い中でもかなり濃密なことが語られていて、この後からいよいよ長い本編に入っていくっていう構成になっているんですが、この冒頭部分も結構問題になりやすいんですね。まずは、どっからどこまでが今の時系列で、どっから回想に入りますかっていうのを聞かれやすい。これはね、教科書を見ると結構隙間が空いてるからすぐわかるんだけど、実際のテストだと、詰め詰めで書かれて、はい、どっから回想ですかっていうふうに聞いてくる。こういうパターンもあります。さらにこの冒頭シーンなんですが、ポイントをあえて2つ挙げるなら、1つ目、これよく勘違いを起こしそうになるんですが、まず冒頭シーンね、私は私はって感じで、何か主人公みたいな私っていうのが登場してくるんですが、実は冒頭シーンの彼こそが今から先やっていく回想シーンの中の僕になります。つまり少年の日の思い出っていうのを語るのは実は彼、客人なんですね。この人目線の話になっていくので、回想シーンの僕は全てさっきまで言った彼のことで、これ主人公は最初の私ではありませんよと思っておいてください。この辺はね、4択問題などの引っ掛けでも人物関係を少しごちゃ混ぜにしてくることがあるので、よく覚えておいてください。そしてポイント2、これはね、冒頭は暗い情景描写が多いっていう風に言っておきます。これは小説などの話っていうのは、一番わかりやすいのは、僕は何々と思いましたとかね、嬉しかったとか悲しかったって、直接気持ちを書いてくれるのが一番わかりやすいです。その後は、例えば、鍵括弧の文章で、怒ってこういう風に言ったとか、何か口調などでもそういう感情は出やすいし、もしくはこの態度ですね、さっきみたいな、もう結構って言ってバターンと締める。こういう態度を取られたら、その人の感情っていうのが決して良いものではないってのは分かる。そういうのはね、強いて言えば分かりやすい書き方なんです。ですがこれからみんながね、大人になるにつれてどんどん小説の内容も大人っぽくなっていくんですが、これから先はそんな感じで分かりやすいような書き方で、心情を書いてあると正直面白くないんだよね、だから案外周りの景色とか情景描写、様子にこれから、向かっていく方向性、物語の雰囲気っていうのを暗示させるようなことっていうのが増えていきます。詳しくは中学3年生とかになると故郷っていうまた長い小説やるんですが、ここでもね、最初に鉛色の空の下みたいな感じでどんよりしたこの空模様の話から始まって、今から話す物語っていうのは何かすごいね、明るい話題じゃないんだなっていうのを暗示させる効果があるんですが、今回もその手法ですね。例えばこれみんなは教科書見ておいてください。冒頭のいろんな部分で、まあ、外の景色とかこの部屋の明るさ暗さとかね、いろんな情景描写が書いてあるんですが、基本的には暗い情景描写が多いです。例えば昼間の明るさとかは消え失せようとしているみたいな書き方しているし、色あせた湖とかね、こんなのわざわざ書かなくていいよね。色あせた湖なんてこの話一切関係ないんだけど、あることによって、あ、今からきらびやかな美しい話が始まるのではないのかなっていう暗示にもなるし、他にも外の景色が闇に、他にもね、例えば不透明な青い夜の色などなど、決してね、今から楽しい話が始まるよっていうような書き方では到底使われないような表現が情景描写として多用されています。もちろんあくまでも解釈の一つなんですが、正直今からハッピーな話が始まるっていう時にこんなね、色褪せた不透明なみたいな書き方はそんなにしません。空の色だったら明るくて澄み渡っていてとかね、花は満開になっていて、そういう書き方をするはずなのにこの書き方をしている。これから語られる思い出の中身っていうのが、まあ、そんなにいいものじゃないっていうのと、やはり、無関係ではないんじゃないかなと個人的には思います。
はい、というわけで今回は少年の日の思い出、冒頭部分だけにスポットライトを当てて喋ってきました。まあね、超集めの話なので、なんかよくわからん趣味だなと思うかもしれませんが、みんなはね、これからこの話を読み深める中で、自分の一番大切にしている趣味に置き換えながら読むと、おそらくめちゃくちゃリアルに感じて怖くなると思います。だから最初に言ったように、心が折れそうになるような小説だって言ったんですが、例えば自分の中の本当にね、収集しているものだったら何でもいいです。レアなカードでもいいし、まあ、ポケモンでも何でもいいんだけど、大事にしているもの、もしくは大切にしている趣味、それを共有している友人がいることの幸せ、その中でのまあ、ね、例えば嫉妬とか、妬みとかも含めていろんなことを自分に置き換えながら、この後ね、本編の中身を読み深めていくと、うわ、この話ってめちゃくちゃ怖いなとかね、リアルだな、自分だったらこれやばいかもっていう風に、ちゃんと実感できるような書き方されているので、しっかりと読んでいきましょう。というわけで、今回の講義は以上です。